ゆういちろうくん、はい、石谷くん、はい、皆さんおはようございます。日本維新の会の石谷雄一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。まず冒頭ウクライナの情勢について、朝もテレビを見ましたが、やはり多くの市民の方が亡くなり、そして子どもにも被害が及んでいると。私も幼い子どもを育てる親として大変痛ましい気持ちになっております。どうか皆様、そして政府におかれましては、できる限りの外交努力をしていただき、一日でも早い解決を強く望んでまいります。それでは、我々日本維新の会はマニフェストの柱として、維新八策を掲げております。その中で挑戦する人たちを後押しする、チャレンジのためのセーフティーネット、大胆な市場、労働市場の改革、そして社会保障の改革、合わせて、唱えております。今回のこの一部法案の改正に対しては大変重要な位置づけになりますので、その思いで質問させていただきたいと思います。まず、職業能力開発推進法、都道府県単位の協議会についてご質問をさせていただきます。介護保険法の一部を改正する法律案、提案理由の説明の中に、職業能力の開発及び向上の促進のため、地域の実情に応じた取り組みが適切かつ効果的に実践されるよう、都道府県の区域ごとに関係者による協議会を組織する仕組みの創設等を行うとしています。これまでの協議会では、主にハローワークの求人、職業情報によりニーズを把握しているため、短期的で大まかな人材ニーズの把握にとどまっていたと思われます。協議会の法定化に伴い、どのような運営の改善が図られるのか、その運営については、国においてどのように関与していくのか、また、協議会においては、女性、シニア、障害の方、NPO などの意見も取り入れるべきではないかと考えています。さらに、構成員に対しては、守秘義務が課せられるとのことですが、それにより、どのような効果がもたらされるのか、ご質問をさせていただきます。はい、小林人材開発統括官。お答えいたします。離職者向けの職業訓練でございますが、訓練受講者の就職の促進に重点を置いて取り組むということで、これまでハローワークへの求人の状況を中心に、地域訓練協議会において把握したニーズを踏まえて、コース設定を行ってきているところでございます。今般、法定化する協議会におきましては、産業界などから地域における今後の産業展開も踏まえたデジタル化の急速な進展ですとか、地域の詳細な訓練ニーズをしっかりと把握いたしまして、精度の高い教育訓練の設定を効果的、効率的に進めてまいりたいというふうに考えております。また本協議会でございますが、必要と認める者についても構成員として参画できるということになっておりまして、ご指摘ございましたようなさまざまな立場のご意見、さまざまな立場の方のご意見を伺うことも可能な仕組みとしております。さらに構成員に対しましては、守秘義務を課すことによりまして、訓練受講者ですとか採用企業などから個別事例を含むヒアリングも行いながら、訓練効果の把握検証をしっかりと行い、カリキュラムの改善につなげていきたいというふうに考えております。本協議会は都道府県や労働局が中心となって運用することとしておりますが、厚生労働省におきましても運用状況の把握、見える化、必要な助言等を行ってまいりたいと思います。こうした取り組みを通じまして、これまで以上に効果的な人材育成の推進に努めてまいりたいというふうに思います。石谷雄一郎君。はい、ありがとうございます。私はやはりこのフロアを見てみましても、圧倒的にやはり男性の方が多いというところで、やはり女性の方の参画をできるだけ増やしていただきたいとは思っております。また、世代間の考え方の違い、これ私でやはり民間で、自ら経営も行い、いろんな方にお会いしますが、世代間での考えの違いもあります。特に Z 世代なんかは生まれた時からもうスマートフォンがあると、そういった考えの違い、そして世界のイノベーション、新しい産業を生み出すのは、やはり20代の方ではないかと思っておりますので、そういった若い方の
この協議会への参画も促していただきたいと思いますし、この協議会がこの求人のハローワーク、職業訓練についての肝になる部分だと思いますので、注力をして今後も見ていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。次の質問に入らせていただきます。同じく職業能力開発推進法、職業訓練の成果設定について、大臣にお聞きしたいと思います。今後労働人口が減少する中で、職業訓練を通じて一人当たり GDP を高めていくという視点も重要だと考えます。そのためには法定化される協議会においても政策効果を把握するためのフレームワークを定め、 KPI 設定をするなどして運用していくことが重要と考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。後藤厚生労働大臣。委員ご指摘のとおり、一人当たり GDP を高めていくためには、効果的な職業訓練を通じて働く方のスキルアップを図り、生産性を高めることが重要であります。今般法定化する協議会には労使団体、教育訓練実施機関、民間職業紹介事業者、労働局、都道府県など多くの関係者に参加していただきまして、デジタル化などの地域のニーズを反映した訓練コースの設定を促進するとともに、訓練効果の把握、検証を通じて訓練内容の改善を図るなどの役割を果たしてもらうことを考えております。協議会の実施にあたりましては、委員ご指摘のように政策効果をしっかりと把握することが重要であります。各都道府県の職業訓練の就職率や訓練コースの定員充足率などを目標として定めることを検討し、より効果的な職業訓練の実現に努めてまいりたいと思います。市谷雄一郎君。はい。今まで公共訓練、この職業訓練なんですけれども、やはりこの就職率だけで見てしまうと、職業訓練を受けたその業務と違う職についても就職という扱いになります。また職業訓練を受けた方の就職率と受けなかった方の就職率、こういったことを測るのは非常に難しい状況だと思います。また政策を始める際に、その政策のアウトカム評価をするためのフレームワークを同時に作りながら進めていかなければ、政策を進んでから時間が経ってから評価をしてくださいといったところで、なかなかこのフレームワークを作るのが難しいという意見を昨日経済学者の方からお聞きをしました。この経済学者の方も、今のデータ、今公表されているデータではなかなかこの公益の訓練が生きるかどうかわからない、できれば就業構造基礎調査、これの集計されたものは出ているんですが、これの小評といわれるマイクロデータ、そういった細かいところのデータさえ示していただければ、この経済学者の方は分析をしていけるというふうに話されておりました。この小評については、名前や個人情報は隠しても構わないということでしたので、できましたら、先ほどの協議会の参画される方々の中に、こういった分析の明るい経済学者の方も入れていただき、分析をしていただきたいと思います。そしてこれから人口が30年間減り続ける中で、 GDP は維持していかなければなりません。おのずとどれぐらいの生産力を上げないといけないのか、生産人口が1年あたりどれぐらい稼ぎ出さなければいけないのかは数字で出てくると思いますので、そういった目標を付け加えていただけたらと思っております。では続きまして、職業安定法、早期離職に対する紹介手数料についてお伺いをさせていただきます。今回の法案では、求人メディアに対して届出制、創設や求人情報の的確な表示等の義務が設けられていることとなっております。これは労働市場の適正化の視点から必要なことと考えています。最近は IT 技術を活用した新しい求人メディアが多数生まれており、これを利用して希望にかなった職に就く方が約3割と、採用経路の中では最大になっております。
しかし、今回のこの法案に対して、このイノベーションを阻害するようなことがないのか、厚生労働省の会見をお伺いさせていただきます。田中職業安定局長。今回の職業安定法の改正については、労働政策審議会において、厚労省でご議論いただいて、建議をいただいておりますけれども、その中でも今回の募集情報提供事業に関するルール整備に関しまして、労働者になろうとする者にとっても、有益なイノベーションを阻害することのないように留意することが必要であるという基本的な考え方をお示しいただいております。これを踏まえ、今般の改正法案では、募集情報等提供事業について、IT 技術の発展により、求職者にもメリットをもたらす可能性のある多種多様なサービスが登場することを妨げないなど、労働政策審議会の建議で示された基本的な考え方に沿って、届出制などの制度設計を行ったものでございます。今後もこの届出や事業概況報告書の内容について、事業者の過大な負担とならないよう留意しつつ、改正法の効果的な施行を図ってまいりたいと考えております。市谷雄一郎君。はい、やはり事業所にとってあまりに負担になるというところは控えていただけたらと思いますし、やはり国が定める規則として、多くの規則の中で必要でないのかなと思うようなところの記載も多くなる傾向にあるんじゃないかなと思いますので、そこら辺はできるだけ簡単な登録方法にしていただけたらというふうに思っております。そしてでは続きまして、職業安定法の早期離職に対する紹介手数料についてご質問をさせていただきます。私は長らく医療と介護の分野で20年間仕事をし、経営も行ってまいりました。その中で特にですね、医療介護の分野での離職がやはり多い。どうしても紹介の会社に頼らなければならないのですが、その際の手数料がやっぱ経営に大きな負担になっております。この点について何らかの対策が必要ではないかと考えておるんですが、お考えをお聞かせください。田中職業安定局長。厚生労働省といたしましては、求人者の方々のニーズに合った職業紹介事業者を安心して選択できる環境を整備することが重要と考えております。このため平成30年1月から施行された改正職業安定法に基づき、手数料などの情報開示を義務付けるとともに、職業紹介事業の利用者である医療、介護、保育分野の業界団体等が参加した医療、介護、保育分野における職業紹介事業に関する協議会におきまして、適正な職業紹介事業者の基準を策定しまして、今年度より基準を満たす事業者を認定する制度の運用を開始したところでありまして、現在、35事業者を認定していたところでございます。こうした取り組みを通じまして、利用者が有料な職業紹介事業者を選択することが可能な環境を整備することによって、労働市場において職業紹介事業者が適切に役割を果たしていけるようにしてまいりたいと考えております。市谷雄一郎君。はい、ありがとうございます。厚生労働省がですね、人材サービス総合サイトというものを用いて、この有料人材紹介業をやっておられる方35社、これを告知をされておると。これ昨年の11月から開始ですかね。ただ多くの方がこれを知らないんじゃないかなというふうに思っております。ですからここをしっかり PR するのは大事じゃないかというふうに思うんです。でまたこの紹介料についてはあまりに厳しい設定をしてしまうとですね、この介護や医療に対しての人材の紹介が少なくなってしまうという、本末転倒にもなりかねないと考えております。ただ実際今この35社だけでは、我々資格制度ですので余剰のスタッフも抱えなければなりません。資格者の方が休んでしまえば運営ができないという状況になりますので、より多くの求人を求める、それに対して35社ではやはり現実的に無理だというような声も聞いておりますので、もちろんこの有料なところを評価していくシステムも大事なんですけれども、できるだけこの、悪徳業者も実際あると思います。私も自ら運営しながら、特に看護師さんがやはり辞められることが多い、
なかなか看護師さんの採用が難しいんですが、就職していただいて、そしてまあ1ヶ月、2ヶ月、まあ、長くても半年ぐらいで辞めて、また次に移っていくということもあります。これ、2018年のこの雇用保険の改定でも一部改定をしていただいたと思うんですけども、まあ、さらなる、まあ、罰則を作るというのは考えもんだと思いますが、少し検討していただけたらと思うんです。やはりこの医療介護の分野、これから裾野を広げていかないときにですね、もちろん事業所側も働きやすい環境というのを作らなければならないと思うんですが、先ほど話されていた、協議会の中で、この法定の改定の中で、キャリアコンサルタントを事業所に求めるということもありました。私はこの職業紹介をされる職業業者にも、やはりキャリアコンサルタントの方がいらっしゃって、いいマッチングができるような取り組みをしていただくと、この早期離職も減ってくるんではないかなというふうに思っております。で、実際、私が関わらせていただくような人材紹介会社は、しっかりそこ、キャリアコンサルタントをして、なるべく離職をさせないような取り組みもしていますので、このキャリアコンサルタントの方に活躍していただけるこの幅をですね、ぜひ職業の紹介会社にも広げていただけたらなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では続きまして、介護保険法の令和7年以降の、育児休業給付についてご質問をさせていただきます。現在の育児休業給付について、育児休業開始から6ヶ月目までは、休業開始前の給与の 67% 水準となっていますが、7ヶ月目からは 50% 水準までに下がります。これがなぜ 50% 水準に下がるのかというところをお聞かせいただけたらと思います。田中職業安定局長。雇用保険法に基づきます育児休業給付は、累次の制度改正によりまして拡充を行ってきております。給付率については、平成26年に改正前の一律 50% から最初の6ヶ月間について 67% にするという改正を行っております。最初の6ヶ月間とした理由は、女性と比べて男性の育児休業取得率が低い中で、6ヶ月という期間に限って給付率を 67% に引き上げることにより、女性だけでなく男性も育児休業を取得するインセンティブを高めるという趣旨でございます。市谷雄一郎君。はい、ありがとうございます。実は私の、まあ、運営していた 会社でもですね、男性の管理者が育休を取りました。で、それ取りに行くときにですね、まあ、1年間取らせていただきたいということで、もうどうぞどうぞと言ったんですが、やはり5ヶ月目で帰ってきました。で、それはやはりこの 67% から 50% に減額されるのが、こうやはりこう、まあ、家計的にこう痛いというようなことでした。で、平成26年にこれ 50% から 67% に上げていただいたんですけども、もうこの改定から8年が経ち、どちらかというと、67% から 50% に下がっていくようなイメージがあると思うんです。ですから、この辺のやはり告知も大事だと思いますし、もう一つ大事な視点は、この育児休業はの給付はですね、あくまで職を続けていただく、そして離職をさせない、そういった目的だと思うんですが、働いている方々は、なかなかそこが認識されてない方も多いんじゃないかなと。実際問題、育児休業を取って、育児休業終わった瞬間に会社を辞めてしまうという事例も見受けられますので、この辺は少し考えていく余地があるのではないかなというふうに思っております。続きまして、同じ介護保険法の中の、7ヶ月目からの育児休業について、なんですが、令和7年、以降、まあ、財源が持たないというふうなことが言われております。この財源が持たないということに対して、やはり不安になって、育児休業をなかなか取らないという方も出てくるんではないかと思うんですが、この財源が足らないということに対して、まあ、どのような対策を取っていかれるのか、ご質問をさせていただきたいと思います。田中職業安定局長。
お答えいたします。この育児休業給付のあり方についても今回の法改正に先立ちます労働政策審議会で厚労省のご議論をいただきました。その中で今後の収支の見込みにつきましては平成6年までは運営が可能ということになっております。しかしながら7年以降についてはその収支状況についてマイナスが出る可能性があるということでございます。そのため育児休業給付制度については6年度までにですね、その後の姿についてさらに検討をするということで今般の改正法においても検討法に関する規定を盛り込ませていただいているところでございます。一谷雄一郎君。はい、やはりですね、ここは、介護、雇用保険の中では、離職をさせない、継続するというところでの給付なんですけれども、できましたら、他の財源も考えていただいて、この半年経って7ヶ月以降、50% に下がる、そこからですね、違う給付をまたいただくような検討もしていただけたらと思いますし、どうしてもこの令和7年で以降、財源が足らずにですね、育児休業を取りにくいんじゃないかという話がこうメディア等で流れますと、なかなかこう育児休暇をやはり取ろうということも、されることが少なくなってくるんではないかなというふうに思っておるんですね。で、男性の育休もだいぶ習得率も上がってきていると思いますし、やはりこれからのこの少子化の対策に対して、このやはり雇用保険の中、そしてその他の財源を使っての育児休業の継続、これは非常に重要だと考えておりますので、どうか検討していただけたらと思います。で、我々はやはりこれからの人口の減少を考えまして、どのようにしてこの GDP を維持していくか、そして若い方々に負担をかなり課していきます。これからやはり成長する産業に投資をしていくということも大事じゃないかなと思っております。これはある程度、やはり政府主導で導いていくということが大切じゃないかなと思っております。世代間の考えの違いもあります。こういったところも考慮していただいて、できるだけ働きやすい、そしてこれからは海外の方も働きに来られると思いますので、その海外の方の働きやすい環境を作っていけたらと思っておりますので、この改定がさらに日本の成長につながるように、皆さん、党派を超えてお力添えをいただいて、考えていけたらと思います。以上が私の質疑になります。どうも皆さん誠にありがとうございました。次に金村。